はい、どうも、にまろです。ドラえもんとコラボのギガゾンビの究極やっていきたいと思います。これってのび太出てくるんかな？クリアの後。ギミックは重力バリア。うわ、ホーミング吸収とかもいっぱいおるな。レーザーバリアっていう。保険でクリアできるかな。まあまあホームに吸収するから意味ないけど。あれ？お。ワールドな、当たってなかったな。うわ、めっちゃ食らう。やっぱ強えな。強えな、こいつ。やばいやばい。ああ、よかった。次のターンでやられるかと思った。もう一面から結構きついな。ああ、よかった。吸収がおらん。吸収とレーザーバリアが。HP 高いな、なんかちょっと敵の。こっちにレーザーバリアってアビリティがあるよね。やばい。もうちょっとちびい足が助かるな、フレンド枠に。うわー、やばい。固まっとるとやばそう。ハンマーアーサーって何やな。お、ドラ焼き。ドラ焼き集めとんのな。ドラ焼き取ろうか。ああ、シールドとインドがうざい。ドラ焼き ドラ焼きを出るな。ありがてえね。よし。はまればいいんだけどな、アーサーが。うわー、レーザーバリア。来やがったな。これもアグナムート当てるしか効果ねえな。このままアグラムを止められて。アグラムを止められて。あのシールドのレーザーが怖いな。よし、いい形でボス来れたんじゃないの。うわ、強そう。ドラえもんってこんなんだっけ。あ、そっか、意味ないんか、アーサーは。アグナムート、よし、やっとアーサーが生きてくる。
うお、きつい。ドラキコンか。アーサー来たら倒せそうじゃない。なんて？ちょっとそろそろやばいな。ちょっと渋くなってきたな。使っとくか。よし。めっちゃ削れた。でこれで撃破。私が影響王朝の支配者となるのだ。ああ、ミスった。大事なとこでドラヤキ鍛えて、オーミング吸収がな、欲しいな。はまれ、ああはまらんかったか。やばい、ちょっとラグがすごい。よし、最後はレーザーバリアもオーミング吸収もらんな。ちょっとイマイチだったな。みんなに当てよう。世界よ、我が前に誘わつけ。でアグナムト。弱点に当たれ。よし、ノーコンスクリーン。あと一歩のところで。で、この後ドラえもんが出てくるのかな。あ、伸びたか。おお、3体とも。お、伸びた。あ、報酬が伸びたってことか。はい、というわけで、まあギガゾンビの究極ノーコンスピクリでした。ではでは。